もう Wi-Fi 消してやりましたよ、もう。あ、結局ファンマークの理由は、なんかファンマークを作ってほしいみたいなのをね、言ってくれた時に、たまたまテロップに黒猫とリボンをね、つけてて、山田桃花です、黒猫リボンみたいな書いててね。で、それでなんか、たまたまその時ハマってた絵文字だったから、これいいかもってなって、じゃあ一旦これでって言ったら、みんながいっぱい名前につけてくれだしたから、確かにこれいいかもってなって、それになったから、みんなよければ使ってね。いいね、いいでしょ。お酒飲んでないんですよ、私未成年ですよ。アツタント？使ってます、ありがとう。チラさん、チラ、I love you、ありがとう、ラブ、ラブラブ。3月9日ジュリーと制服って決めたの最高。そう、なんか先に私がこうボンって出しててね、それでジュリーが後から「3月9日私も制服着ていい？一緒に、一緒の部だから一緒に写真撮ろう」って送ってきてくれたの。かわいいっしょ。あおさんが配信してるじゃん。てかみんななんかニヤジョいっぱいやってるけど、みんなはここから動かないよね。みんなはどっか行ったりしないよね。ハスコンで初めて生で見えたのですが、顔小さすぎて、そんなそんな。私が、なんか、私、首が長いので、だから顔が浮いてるように見えるんですよ。それだけです。動けないよね。すごい、みんなやってる。1、2、3、4、5、6人もやってますね。いいですね。メンバーがお話し会の服の話してると、桃香にって言われたっていうこと、どういうこと？私がそんな言って指名してるみたいな。そうなんですか？楽しなのでね。まあ、信頼してますけど。あと、メイク道具も聞く。あ、そう、メイク道具はね、みんなに教えさせていただいたりもしちゃってますけど、そう、ニヤニヤしちゃう。嬉しくて。カズ、I love you! ありがとう！あ、猫リボついてる。やったー。ありがとね。アイさんが配信始めた。アイさん。ちょっと最近アイさん不足なので、ちょっと見させていただいていいですか？一瞬だけ。あん、かわいい。かわいいですね。うん、かわいい。なんかいつもと画角違う？愛ちゃん。なんか斜め？お時間、はい。戻ってきましたよ。そう、ほんとね。愛ちゃん。
みんなは見えないから私が実況する。じゃあ愛ちゃん今日はすごく可愛いです。外羽で今日はで、なんか涙袋がちょっとなんかラメがそれ可愛いですね愛ちゃん。で今日は服はなんか止まったの、うん、明日明後日はですね、明日は配信できないから明後日は、うん、明後日は多分できると思うけど明日はできない、ごめんね。止まったんだ、待ってるねみんなのこと。治った？治ったのかな？急に電気消した。消してないよ。多分遠いから暗くなったんだと思う。あ、わらび、I love you、ありがとう。治った？ちょっともう手持ち。ちょっともう。すぐ電波悪くなるから手持ちにした。帰りなさい。怒ってるよ。マウマウ、I love you、ありがとう。あとは、ワンダフルドッグも I love you、ありがとね。これ聞こえてんのかな？聞こえてますか？みっくん、I love you、ありがとう。聞こえてるの？今日のじゃあメイクは見てキラキラなので、最近ちょっとここにねリリミュウさんのねダメつけるのにハマってるから毎日つけてるんだ。画質めっちゃいい。本当確かにわかりやすい。ちょっと近すぎてちょっと恥ずかしいんで遠くします。みゆ I love you、 ありがとう。ラブ指紋見える？見えないね。可愛いですか？明日もラメつけるね。そう、そりゃそう、私気合い入れてる日はラメラメですから。めっちゃ画角好きだった。本当？じゃあトークする。かわいいよ、超えて桃かわいい。え、かわいいの先が桃かわいいなの。ありがたいですね。なんかすごいね、携帯がすごい熱いんだ。なんか私のね、私と
ジュリーとかラ、ジュリーとラ、レノン。ラノンってなっちゃった。そろそろスマホ寿命。え、これ、こちらのスマホですね。14プロ。なんですけど。寿命ということありますか？もう早いでしょ、寿命。マカオの豚、I love you、ありがとう。で、それでね、レノンとかジェリーとかと行きつけのラーメン屋さんがあるんですけど、そのラーメン屋さんのなんか家でも作れるよみたいなやつ買ったって言ったじゃん。届いたんで、それをね、でジェリーが買ってくれ、ジェリーが一緒に買ってジェリーの家に届けてもらって、それジェリーが持ってきてくれたので、私の家にとうとう来たんですよ。だから今日の夜食べたら明日むくんじゃうので、朝食べようかなって思ってるんですけど、さすがに朝からはあれですかね、ダメですかね。でも起きれないに 100票ぐらい入るんですけど、なんかお料理配信とかたまな今度してみたい。え、なんかさ、電波じゃない、画質良すぎてさ、なんか目に映るんだけど、部屋がこういう目でやっていい？私今ちょっと超絶部屋汚いのでちょっと目に映りたくないんですけど、妹にお願いした方がいいよ、料理は。確かに確かに、ファンをいつも調理してるじゃないですか。え、怖いこと言わないでよ。私お皿洗い配信とかしかできないよ。お料理配信してる途中で電波悪くなって知らないうちに完成してそう。それめっちゃあり、あるあるよ、あるね、それ。じゃあここに設置、画角戻した。電波安定してきた、本当？でもあと10分しかない、あと10分しかない。もう電波で30分ぐらい時間経ったじゃないか、ほんとやめてくれよ。今日もよく止まってたね。うん、早いね。そろそろ歌わない？じゃあ今度歌うね。今度歌うね。今度っていつ？でもちょっと決めると緊張しちゃうんで、コンディションいい日に歌いたいと思います。はい、明日はね配信できないから、多分できないから、明後日浴衣で配信できたらいいなって思ってるけど、でも浴衣着てるんだからさ、いいでしょ、歌わなくても。男装浴衣やばい。どっちなの、男装なの浴衣なの、どっちなの。まあ私は決めたら歌うんでね、待っててくれたらいいです。
リンチー、 I love you、 ありがとう。これは来年の誕生日でもなんか誕生日で歌うみたいななんか流れできてますけど、別に歌わないかもしれないですけどまだ分かりませんけどね。去年は私誕生日に歌ったんだっけ、歌わされた気がするみんなに。ヒロネコいっぱいありがとうね、大好きです。率先して歌ってくれました。確かに、あ、歌詞危うかったのってあの日ですか。じゃあ歌詞覚えてきます。なんか前コーラ飲んでる、コーラ飲んでる、いいな。じゃあ歌いたい曲私メモってきます。アリスクリスマスっぽい服着てる、アリス、アリス、本当だ、なんかになんかつけてる、かわいい。仕事頑張って、パソコンでもうかな、配信聞いてるの。あと10分しかないのか、じゃあそろそろ壇上で見ますか。明日はみんな気をつけてきてね、怪我とかしないように。あと今日はいっぱい寝て明日に備えてください。私も明日は早起きなので頑張ります。桃の式結婚していいよ、結婚済みです、もうありがとね、いつも。じゃあ誕生日見ますか、行きます、行きます。13位みゆありがとう、12位ゆたそありがとう、11位まーまーありがとう、10位カズありがとう、9位マカオの豚ありがとう、8位ナナありがとう、7位チラありがとう、6位わらびありがとう、5位コウスケありがとう、4位ワンダフルドッグありがとう、3位リンチーありがとう、2位桃の助ありがとう、そして1位はチグ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 ちゃん、ヒロネコありがとう、ヒロネコありがとうね、ネコさん、みんな今日もありがとうございました。じゃあみんな明日は待ってますので、私待ってるね明日。あとトークショー、トークのやつもあるからみんな待ってるよ、楽しかった、なんかトークするからみんな聞きに来て。明日は朝から晩までももかと、ももかでいっぱいの一日にしましょうね。マジか、初めて知った。そうなのよ。コノタンとマイと一緒の会なので、3人で楽しく話します。よろしくお願いします。
じゃあスクショタイムをしたいと思いますよ。ちょっとね、何のポーズがいいかな。私配信するとすごいデメリットが1個あって、配信終わるとすごいお腹空いてるんですよね。なんでだろう、いっぱい喋るとお腹空くのかな。近めピースとかしちゃった。ピースダサい。何がいいですか？ポーズ。ポーズしてして。中学生ピースってやだ。アリスの顔。うん、でも私もこの顔よくしちゃう。前メロウィンク。遠い。ジュリーのモノマネ。ジュリー、なんかずっと一緒にすぎてさ、どのジュリーかわかんない。なんだろう、なんだろう、ジュリー、うさみみ、ももかを見つけた時のジュリーはもう別に「お疲れ」みたいな感じだよ。アイスがファンとじゃんけんして、ファンが負けたらファンは寝込みやらないといけないらしいです。どういうこと？めっちゃ可愛いことだけは分かった。まんまんま。ももかがみっちゃんですが、みっちゃん、みっちゃんおはよう。みっちゃん元気？え、よく寝たの？みっちゃん、え、みっちゃんさ、今日さみたいな。ずっと喋ってます、私が。みっちゃんがももか見せるときは、お、ももかおはよう。こういう感じですね。待って、推しメンスキーピョーウォルトさんのこの「ん？」っていう顔いいですね。めっちゃいいですね、その顔の、その絵文字いいですね、顔文字。あと2分だ。じゃあみんな今日もありがとね。みっちゃんが可愛いです。ダメ、こっちか。あとこっちのおこ、なんかね、カメラマンさんにこのポーズめっちゃ褒められたの。だから多分これが使われたんだと思う。なんか前もなんか生写真撮影でこれやったら、お、そのポーズすごくいいよって言われたので、なんかこれは多分お気に入りなんだと思います、カメラマンさんの。似合ってるもんね。似合ってますか？てへ。なんかちょっとクマっぽくない？でも口角も。ではでは終わりたいと思います。みんな今日もありがとうね。これこれよくやっちゃう、喋ってる時。え、なんかお風呂入るよ、私。みんなもお風呂入って寝てね。おやすみなさい。バイバイ。切るねよ。